気分は何色出かける前に服を選んでいるとどれもが同じような色だった。おかしいな、なぜか好きな服が一つもない。とクローゼット眺めてた、疲れているだけかな。よく考えた、好みより優先させる私の情報。こんなことじゃ好きな服あるわけがないの。当然なんだよ、誰かが作った流行を追いかけしない愛と必死になってるんだ。忙しいから言い訳でも満足できない。どこに向かってるんだ。自分の作った流行を追いかけ少し置いてもいいじゃないと思えたら、なぜなんだろう、今より幸せになれるような気がした。ある休日、今日の気分は何色、服を買いに行こうと。流行りの雑誌は捨てて感覚を信じよう。店に着いたら勧められ誘導されない。